ああ、皆さんお待たせしました。はい、本日のメインイベント、はい、山田さんの歌です。長い、ね、感動の曲です。お長いですから、皆さんあのハンカチ用意してください。なんという曲なんだ。酔いと負けの歌です。あー、イエイ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 。うまくいくかな、つけもいいところが。頑張って。大丈夫。あ、すいません。それでは、初めても今も聞こえる酔いと負けの歌、今も聞こえるあの子守歌、工事現場の昼休み、タバコふかして目を閉じりゃ聞こえてくるよあの歌が。働くの方のあの歌が、貧しいの方のあの歌が、子供の頃に小学校で酔いと負けの子供、汚い子供といじめ抜かれて、あやされて、悔し涙に暮れながら泣いて帰った道すがら、母ちゃんの働くどこを見た、母ちゃんの働くとこを見た、姉さんかぶりで泥にまみれて、日に焼けながら酒を流して、男に混じって妻を引き、天に向かって声上げて、力の限りに歌ってた、母ちゃんの働くとこを見た、母ちゃんの働くとこを見た。慰めてもらおう、泣いてもらおうと息を弾ませ帰っては来たが、母ちゃんの姿見た時に泣いた涙も忘れ去り、帰って行ったよ学校へ、勉強するよと言いながら、勉強するよと言いながら。大丈夫ですか？大丈夫です。あれから何年経ったことだろう、高校も出たし大学も出た、今じゃ機械の世の中で、おまけに僕はエンジニア、苦労で死んでた、母ちゃん見てくれこの姿、母ちゃん見てくれこの姿。
姿何度か僕もぐれかけたけどヤクザな道は踏まずに済んだどんな綺麗な歌よりもどんな綺麗な声よりも僕を慰めた母ちゃんの歌こそ世界一母ちゃんの歌こそ世界一今も聞こえる良いと負けの歌今も聞こえるあの子守唄父ちゃんのためならえんやこら子供のためならえんやこら4編小説いや、文字っす